素晴らしいです。さあそして最後です。遊びまくりを選んだ方、なんだ、海の家や民宿でバイト三昧でした。大学生のお姉さんの水着姿はとても眩しかったちょっとね高校生ぐらいですと、もしかするとちょっと刺激が強かったのかもしれないですけれどねそっか、バイト三昧、確かに私もバイトはねしていたんですけれど、で眩しいってなって、今の時期ですよねこれちょうど、こらこらっていうコメント来てますけれどちょっといい思い出ですよね。やっぱり何でしょうかね、あの高校生ぐらいの時の、大学生もそうですけれど、20歳前半ぐらいの方々ってすごく大人に見えますよね。実際ねその年になるとそんなことないんですけれどすごくね大人っぽくねそういう感じますよね。なのですごく眩しい、でもその気持ちわかるコメントもいただいておりました。まあそんなね今部活を頑張っている方でしたり、あとはねバイトを頑張っているいろいろな方がねいらっしゃると思うんですけれど、それぞれその一瞬というのはねその時だけですので、ぜひ素敵な時間をお過ごしください。高校野球も頑張ってください。さて